ばんは。木曜夜9時になりました。声優ジャックポットへようこそ。当カジノのディーラー石井貴秀です。はい、常連客の早見翔です。はい、よろしくお願いします。あれ、はい、間違い探し今日僕のなんかどこがおかしいですかね。いや、おかしくないよ。あ、本当ですか。すごく石井くんは石井くんでいいんだけど。はい、ありがとうございます。あれ、菊池くんがね。あ、そうでした。はい、本日はちょっとあの菊池武の方がですね、うん、お休みをいただいておりますので、はい、本日急遽私が渋谷店の方から、はい、渋谷店やってたんだ。あ、そうです。どの辺にあるの。声優ジャックポット渋谷店、そうですね、あのツタヤ の、 あの横っちょら辺に。え、ありました。マルキューの近く。マルキューの近くですね。はい、そこそこ密かに経営しておりましてそこから派遣されてきました。はい、はい、というわけで本日は、代打で私石井貴秀が務めさせていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで始まりました声優ジャックポットでございます。この番組は第1、第3木曜夜9時から1時間ボイスラウンジチャンネルからお送りするカジノスタイルのトーク番組でございます。これから1時間豪華ゲストを招待して、僕たち2人と一緒にいろんなゲームを行いながらトークを繰り広げていきます。最後まで見たい方はぜひチャンネル会員登録にベットしてください。よろしくお願いします。なお本日はですね、新型コロナウイルス感染症対策のために、僕たちはマスクをして、番組を進行させていただきますので、うん、はい、どうせだったらあれだね、はい、あのメキシコのレスラーみたいにこういうマスクするもう違うマスクになっちゃいますよ。もうここのカジノの上でもプロレス始まっちゃいますからさあ、こちらから会員登録することができるので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今回は収録回なのでリアルタイムに視聴者の皆さんからのコメントを読むことができませんが、ツイッターでコメントをする際はハッシュタグの後に、声優ジャックポットをつけてツイートしてください。はい、ということで、前回の振り返りトークなんですが、振り返りトークやるいや、だって書いてあるんですもの。じゃあ多分ね、予測ですよね。ですよね。あのちょっと時空の歪みが発生しておりまして、多分あの駒田くんは、はい、薄着で来てる。そうですね、来てた。なんでしたら今目の前で薄着でいらっしゃいますから、うん、はい、きっとそのバキバキの体を上腕二頭筋をちょっと今日も、あらわにして皆様にお見せしてる頃合いでしょうだったと思います。はい、はい、あのそんなゲストからね、はい、あの意外なことを聞いたんですよね。そうですね、もう駒田くんがまさかね、小学校の時あんなだったと思わない。びっくりしましたよ僕も。本当だよね。 やっぱ今時なかなかそういうことする人いないですよね。いないですよね。はい、本当になんかあの蛍の光で本を読んでたとかね雪明かりでね、なんか字を書いてたとか、すごいですがもう異国の人じゃないですか完全にまあそんな楽しい話をきっと繰り広げていたんではないでしょうか。ょう、ね、はい、はい、それでは間もなく今夜のゲストがご来店します。はい、ということで皆様少々お待ちください。皆様お待たせいたしました。それでは本日のゲストさんを紹介しましょう。大阪亮太さんです。どうぞ。どうも、一元さんの大阪亮太です。よろしくお願いしますいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。いや、石井くん知ってる。はい、もう大阪さん、僕と大阪くんはお誕生日一緒なんだよ。あ、誕生日がいきなりそんな共通点が、うん、そう、そうなんだ。これ結構すごいよね。結構すごい。365分の1だよ。確かに。ちなみにお二人は誕生日は8月2日, 8月2日、まあ、ちょっと割と近々終わったばっかりですけどね。過ぎちゃったんですね。あ、おめでとうございます。もうそうか、もっと前に言っとけばねそうですね、何か持ってきてくれたかね。ちょっとこの日のために僕の方から、用意させていただきたかったんですけれども、なるほど、もう誕生日が同じというところで早速共通点ありますけれども、はい、はい、今回は大阪さんに来ていただきました。はい、はい、それではここで、視聴者の、皆様から届いているお便りを早速紹介していきたいと思います。はい、はい、ちょっと失礼いたします。よいしょ、では早速読ませていただきます。ハンドルネーム宮子様から、いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
声優ジャックポット開店おめでとうございます。ありがとうございます。カジノがモチーフのようですが、ギャンブルをたしなま、ギャンブルをたしなまれたことはありますか？私は友人の付き添いでボートレースを少々、これからトークバラエティ楽しみにしておりますとのことです。ありがとうございます。ボートレース、ボートレース面白そうだね。僕一回やったことあるんです。あ、1回だけ。あ、はい、そうなんですね。友達に誘ってもらって、はい、まあ、その時全然金がなかったんで、もう本当100円とか200円なんですよ、ね。でも勝ちましたね。あ、勝ちました。ビギナーズラック2000円ぐらいですけど。あ、2000円ぐらい。それでも100円200円でね、2000円って、すごい。あれ何、1、4とかそういう感じ？1番とか。1番、4番とか、はい、一応3期まで選べるんですけど、はい、まあだから1番、3番とか、そう、2つだけ選んで、はい、でちょこちょこ何回か当ててみたいな感じでしたね。なんかボートレースって、はい、もう最初の一周でほぼほぼ決まっちゃうんですよね。あ、みたいです。なんかコーナーの曲がり方とか、そうなんですよ、スタートの位置とかですよね。そう、なんだったらもう第一コーナーでほぼ決まっちゃうみたいな。あれ体重制限あるんですよね。体重制限ありますし、ただ年齢制限がないんですよ、ね。あ、そうなんです ね、 いいですね。60代の方とかが普通に現役でプロをやってらっしゃるんですよ。やろうかな今からでも確かに早見さんのやつはかっこいいですよ。かっこいいですけど、ね、CM 見てるとさ、なんかやりたくなんない。なんか、ね、魂を燃やせみたいな CM ですよね。エンジンどれだけ重いかちょっと見てるね、めちゃくちゃ大変そう。もみじさんがヒュッてもうそって言ってますけど、でもそうなんですね。ボートレースを立ち回ったことあるということで、はい、早見さんはどうですか？僕ですか、はい、僕はあそこでやりました。シンガポールで。シンガポール、もうそれは本当の本当のカジノに行きました。カジノ、何やったんですか？あれ、スロット、スロット、ね、怖くてね。ここはもうディーラーがいるとこはさ、もうかけるさ金額が違うの。もう100万単位ぐらいからです。そうなんですか？あ、そうなんですね。そうなん、そこはもう中国の方しかいらっしゃらない。でもなんかブラックジャックとかもそうでしたけど、なんかもうほぼほぼその持ってる人が全部決められるみたいな感じで聞いたことありますよね。なんかこういう球もそうですけど、全部入れるとこ決められるみたいな。だこれね、実はね、魚の目玉なんですよ。怖い。いや、これ何使ってるんですよ、魚の目玉って。食べていいですか？あとずっと新鮮なんだな。なるほど、お二人がギャンブルやられたってことがある、はい、ということですね、はい、ありがとうございます、はい。さあ続きまして、お便りですね、ハンドルネームまなみん様からいただきました。ありがとうございます。早見さん、菊池さん、届いてるかな、たける、うん。そしてゲストの大阪さん、こんばんは。こんばんは。今回大阪さんがゲストということで、どんなお話がお三方から聞けるのだろうと楽しみにしておりました。そこで早見さん、菊池さんが大阪さんに抱いてるイメージや初対面の印象、逆に大阪さんからお二人へのイメージや印象をお聞きしたいです。なかなか他では見れない組み合わせだと思いますので、当日の放送とても楽しみにしておりますとのことです。僕だって大阪くんと割と最初の頃会った頃からなんか親近感を僕は一方的に抱いてて、もう誕生日がそうそうだし、僕なんか友達になろうなろうとしてどんどん近づいていったタイプです。僕なんかずっともう本当にデビューする前っていうか、オタクの時から自分と同じ誕生日の声優さんいないからみたいな昔なんかそういうアニメ雑誌の中でね、あの声優さんが載ってるなんか声優図鑑、そう、メーカーみたいなのが載ってて、そこにやっぱ誕生日とかも載ってるわけですよ。でいないかなって探したら、その最後のね誕生日順みたいなのがあったんですよ。でそこに早見翔さんって書いてあって、あ、早見さん俺と同じ誕生日なんだってずっと思ってて、はい、でまあこうやってデビューさせてもらって、うん、早見さんと初めて会った時に、はい、言おうと思ったんですけど、ちょっと緊張してさすがに最初はなかなか言えないですよね。わかります、その表現。どっかのレギュラーで一緒になった時に、ね、実は誕生日一緒なんですよねっていう話をさせてもらって、そこでちょっと、うん、あ、そうなんだって言ってもらって、じゃあもうお二人ともそこでもシンパシーを感じていたということですね。そう、あとね、大阪君徳島県出身で、はい、僕結構徳島に行くことが多くて、はい、大阪君すごくなんていうんですか、のどかな田園風景というか、ちょっと遠い都会から遠いところに住んでるんですよ、はい、
そうです、町遊びとかがあるようなとこじゃなくて、はい、もう本当に山とかが周りにずらっとあるところに住んでるんです。その話聞くの大好きなんです。もうやっぱり、まあ、我々今東京に住んでるわけでございまして、やっぱりそういうちょっと田舎の風景に憧れるというか、うんうん、あれ出身とかは割と都会ですか、お二人。あ、僕は都会じゃないですよ、僕兵庫県ですから。あ、僕は茨城県出身なので。 あなたあんまり、はい、都会じゃないじゃないですか。もう全然都会じゃないです。茨城 の, どこ、茨城 の, あの本当水戸市のさらに、ちょっと待って、県庁所在地じゃないですか。全然奥の方です。あれ、黄門様の。いやでも、その水戸市からさらにこう、常磐線っていう本当にローカルな電車があるんですけども、はいはい、そこを使っても1時間半以上かけて行くようなところに。え、今日結構、ちょっと待って、水戸市内じゃないの。市内じゃないです。もう割とちょっと、あ、なんかどの辺、神戸みたいな詐欺だな、それ。いやいや、まあでもそうですね、もうちょっと詳しく言うと、うん、大子町っていう町がありまして。知ってるかもしれない、日本の三大名所、まあ、滝があるんですけれども、はい、華厳の滝であったりとかあるんですけど、その中の一つの袋田の滝っていう滝がある町でございます。行ったことある。あ、本当ですか。滝行ったことある。はい、僕そこ出身なので。あ、そこなんだ。はい。なんか友達みんながボコボコにするやつ。袋田滝の滝じゃなくて。お二方の方が一瞬早かった。いや、いいとこじゃないですか。いや、でもそうですね、まあ、よく観光で来られる方はたくさんいらっしゃるんですけど、やっぱりその地元に住んでるものなので、やっぱ、いや何がいいんだあの滝みたいな感じで。でもそこ出身の声優って他にいらっしゃるんじゃないですか。でも今のところいないんですよ。素晴らしい。なので、まあ、僕もなんかタイミングがあれば番組とかでその地元に観光しに行くみたいなことがあれば、ちょっと行ってみたいなとは思いますけどね。その時呼んでね。あ、ぜひぜひ。本当に和やかなところなんで、うん、はい、ぜひお二人とも機会があれば行ってみてください。いや、行きたいです。はい、ありがとうございます。さあ、もう一つあるんですけれども、はい、今回なんとイラストを描いていただいておりまして、はい、こちらです。あら、大阪くん似てる。似てない。いや、でもタケルもすごい似てますよね。あ、似てるね、うん、口元とかやっぱ髪の毛も今若干明るくなってるのでね、うん、はい、ちょっと喜ぶ顔見れなかったね。そうですね。多分今番組見ながら喜んでるんじゃないでしょうか、うん、はい、ということで、早速ではこちらのお便りの方を読ませていただきます、はい、ハンドルネームブルーさんからいただきました。ありがとうございます。早見さん、菊池さん、大阪さん、こんばんは。こんばんは。大阪さんがゲストに来られると知って、早見さんと大阪さんが共演されていた作品って何だろうと思い調べてみたところ、うん、私が見ていたアニメでは暗殺教室が記憶にある作品で懐かしさを感じました。放送開始から6年経つ作品ですが、もし当時の収録での思い出があれば聞きたいです、PS イラストも募集されていたので書いてみましたとのことです。ありがとうございます。6年も経つの。6年経つ、ね、もう経つんです。僕ちょっと見てました、アニメの方。本当、はい、まさに多分暗殺ですよね、多分誕生日一緒ですから。僕でも、ね、途中から入っているんで、はい、転校生みたいなもんなの。はい、理事長じゃないですか。一番偉い人ですか。だからなんか最初さ、入って、あ、よかった、大阪くんがいて、よかった、ジュンジュンがいて、みたいな感じで。あ、女子が圧倒的に多くて。あ、結構そうですね。なんかね、ロビーもね、スタジオもね、はい、こう、ちょっと肩身狭いんです。そんなことはない。男女比が。いや、スタジオすごい人でさ、座れなかったじゃん。あれですか、早見さんと同年代の方ってあんまいなかったんですか。いなかったよ、その時は。あ、そっか。宮野くんぐらいじゃないの。あと杉田さんもいらっしゃいました。あ、そうですね、杉田さんもちょっと下ですもん ね、 そうですね。尾形さんもちょっと下です。尾形さんも下ですね。確かに尾形さんは途中で入ってきましたけど、はい、となるとなかなか。どうですか、なんか記憶に残っている当時の収録の思い出とか何かありますか。思い出、はい、なんかこういうことがあったよみたいな、休憩中に。いや、なんかもう本当に学校みたいな感じで、うん、クラスで、うん、なんかずっと外で小学生というか中学生みたいなことばかりやってた記憶がありますね。さ、ロビーのさから見える前のマンションの、はい、ちょうど見える部屋のに結構年配の方がいらして、はいはい、なんか犬飼ってて、あの人何やってんだろうってみんなで喋ってた。昼から結構お手伝いさんみたいな方もいらして、だから絶対お金持ちだ。一体何のお金持ちなんだみたいなところから妄想が膨らんだと。どでかいマンションなんですよ、隣がね。本当にお金持ちの方だったんですかね。そうですね、きっとね、はい。まあ、でも6年も前の作品ということで、うん、はい、ちょっと僕も懐かしくなりました。ありがとうございます。いえいえ、はい、というわけでお便りは以上となります、うん、はい、はい、それではそろそろ最初のゲームに行ってみましょう。最初のゲームは目指せ21。
ブラックジャックトーク。さあ、このゲームはゲストさんの人となりを掘り下げることができる様々なトークテーマが書かれた14枚のカードの中から好きなカードを1枚ずつ選んでもらいまして、うん、その内容についてトークしてもらいます、はい。カードの裏にはトランプと同じようにエースからキングまでの数字が、数字か絵柄ですねが書かれておりますので、うん、選んだカードの合計をちょうど21にできれば、うん、ゲストさんの勝利となりご褒美を差し上げたいと思います。さらにこの14枚のカードの中には1枚だけジョーカーが紛れ込んでおります。もしもそのジョーカーを引いてしまった場合はちょっとした本当にちょっとした多分どれぐらいだろうな飲みぐらい本当にもうちょっと顕微鏡を見ないと分かんないぐらいちょっとした罰ゲームがございますので気をつけてください。はい、気をつけなきゃいけないんだ結局は気をつけないといけないんですけれども、ちなみにルールとしてジャック、クイーン、キングの絵柄カードですね、こちらは全て10としてカウントします、うん。そしてエースのカードは1か11のどちらでもカウントすることができますというちょっと独自のルールがございますのでご注意ください。さあ早速私の方で今お題の方を並べさせていただきます。 ありがとうございます。すみません。さあ、なんか現時点で気になるお題とかありますか？ちょっと出てるからね、見てみようかな。ああ、でもやっぱ声優関係ないトークテーマとかもあるわけですね。そうですね、はい。なので本当にお好きなところを、なるほど、言っていただければと思います。さあ、決まりましたでしょうか？これお、これで、うん、かしこまりました。では1枚目、小さい頃はどんな子供だったというトークテーマで話していきたいと思います、うん。早速ですが、小さい頃はこれはね、なんか僕は団地に住んでたんですよ、はい。うん、すごい小さな団地に住んでて、で、まあ、友達とかもその団地に結構住んでたので毎日のように遊んでたんですけど、はい、近くに公園がありましてですね、はい、でそこでずっと遊んでたんですけど、なんか途中からなんか新しい遊びをしたいなみたいな話があって、うん、やり始めたオリジナルゲームみたいなのがあって、はい、鬼ごっこ、はい、あれですか、ね、鬼ごっこをで、やっぱ野球もちょこちょこやってたんで、はい、ボールを当て鬼ごっこみたいにしようぜ。ああ、でも痛そうじゃないですか。いや、なんかあの柔らかいゴムボール、柔らかいゴム、あ、なるほど、駄菓子屋とかで売ってるような、はい、100円とかサバイバルゲームと同じですねそれでボール、あ、鬼がボール持ってて、はい、当てたらいいし、うん、ただ遠くからでも狙えるけど外したらそれ拾いに行かなきゃいけないっていう、うん。キャッチされたら、キャッチされてもダメです。キャッチされたらもうどっか知らんところに投げられるっていう、うん、なるほど、悲しい現実が待ってるんですけど、はい、まあ、だから近距離で取れないように狙うも、うん、遠くからコントロール自信があったら狙うも、うん、どっちでもありっていう、なんかちょっと駆け引きがある、はい、鬼ごっこを思いついて、それをずっともう毎日のようにやってましたね、うん。何時間ぐらいやられてたんですか？いや、本当にもう帰るまでずっと学校終わってやったんで、だから学校終わるのが大体3時とか、はい、4時前、まあ、4時前ぐらいですよね、はいはい、6時とか遅いで7時ぐらいまで、日が暮れるまでずっとやってましたね。もうボール見えなくなってきますね、そうなると。見えないのがまた楽しいですね。楽しいなそこも含めてってことですね。そうそうそうあれ絶対来るよね、限界が。そうそうそう、近くに来て、に目が良くても、そう、うん、もうギリギリのタイミングで撮れた時が気持ちよすぎて見えたっつって言った時がドヤ顔が見えますね。そう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 、本当にあれが楽しくて、ね、いや、でもドッジボールとかやっぱ僕も好きだったので、うん、そういう遊びはやっぱちっちゃい頃よくしてましたね。はい、早見さんはどうでしたか？一緒一緒、だから僕も鬼ごっこをしてて、はい、僕らやっぱり東京に憧れがあったので、鬼ごっこに東京鬼ごっこって、ただ東京って名前をつけるだけなので、はいはいはい、それ結構その逃げる範囲を広くするんですよ、はい、でもう見つからない、僕ある時鬼をやってて、はい、もう見つからないやと思って、はい、帰っちゃったことがあって、はい、あとで喧嘩になるやつだ。いや、もうちょっと忘れちゃったんですよ、はい、お腹も空いたなって帰って、そしたら後で翌日友達がなんだよって、遅くまで隠れてたのに隠れ損鬼ごっこじゃなくて隠れもんだったんですよそうだね、もはやもうそうですね、東京要素皆無でしたね皆無ですさあ、これが、はい、さあ、というわけで、お話ししていただきましたが、さあ、こちらのカード一体何番だったのか見てみましょう。こちらです、ドン。お、あ、7でございました。一番使いづらい数字だな7か、21が、でもこれ7全部
7取ったらいいってことか。そうですね、絶対ないと思う。7を3回連続で引けば21ぴったしね。ジョイマンですね。ジョイマン777777 3連。はい、76 8とかで68とかでもいいってことですね。ですね。どれだろう。さあ710、これを踏まえていただいて、710、まあ、とにかく引いてみないことにはわからないので、うん、いけ。さあ、行っちゃってください。じゃあこれ行こうか。これで、はい、はい、朝起きて周りがゾンビだらけだったらどうするというトークテーマでございます。さあ、ゾンビ、どうですか、ゾンビ作品とか結構見られます？なんか最近なんか広告で出るんですけど、はい、朝起きたら周りがゾンビだらけで、はい、ただ自分も噛まれたんだけどゾンビ化しないで、自分だけ狙われないっていう作品があって、なんか僕も心当たりありますよ。でゾンビってさ、はい、キョンシーってゾンビ、あれどっちなんですかね。何なんですか。あれはなんか何でしょう、高齢術みたいなものじゃなかったですけど、ゾンビとはまた違ったような種類が気がします。なんか、はい、お札貼ってましたね。そうですね、ネクロマンサーとかそっちの部類かなと。はい、で人間の血が苦手っていう、そうですね、設定はしてるんですよね。ええ、なんか小さい頃見たの中で記憶が覚えて。さあ、でもゾンビがどうですか、朝起きたら。いや、これ難しいですね。ええ、家からっていうのが結構、家からスタートしますね。はい、そうなんですよ。だから部屋の中にゾンビがいるってことですよね。それもう絶対無理です。逃げらんないです。逃げらんないです。せめて外にしてください。最初からクライマックスですよ。街中に、だからもうよく言われてるのは、まずホームセンターに逃げろって言いますよね。あ、そうですね。よく舞台になりますからね。ホームセンターか、なんだろう、そういう百貨店的なところ。武器だったり。武器もあるし、食料もあるし。そうですね。で、籠城ができる、で広いから逃げ場もある。ドンキーじゃないですか。ドンキーはちょっと狭いです。狭いですよね、あそこってね。物ばっかり。通路めちゃくちゃ狭いですよね。ちょっと通ります、すいません、すいません。そうか、はい、確かに。まあでもショッピングモールは一つの手ですね。はい、早見さんどうですか、ゾンビですか、はい、起きたら。起きたらゾンビ、はい、起きたらゾンビじゃない、周りがゾンビです。周りがゾンビ、はい、外がゾンビで、その周りっていうのがどのぐらいのその割合なのかまず知りたいですね。例えばその普段その帰りとか出るときに人がいるレベルのあれが全員ゾンビになってる。ああ、そしたら僕もゾンビになるかな。あ、逃げられない。受け入れる。全然もう、はい。かませんか。逃げるとかもないとしないの。もしかしたらなんか主人公補正がかかってなんか 1% ぐらい、あれゾンビになったけど動けるぞみたいな。あ、あるかもね。期待して、うん、はい、まあ、噛まれに行くという。ゾンビになろうとしてソフビになっちゃったら困る。なんでちっちゃくなるの。圧縮されちゃう。はい、まあでもね、ゾンビは本当に、まあ確かに夢のような話ですけど、うんうん、実際やっぱり現実で起こったらっていうところで、いや、外国だったら逃げやすいかもしれない。そうですね、日本ってやっぱ銃がないんで。ないんですよね。そうだね、難しいですよね。なので退治するの難しいから、もう周りがバンビにしません。バンビ、周りがバンビだらけ。バンビだ、それはそれで怖いですね。奈良ですよ、奈良。ちょっとせんべいめがけて突進してこられます。食い物あったら怖いよ、ね、やばい、助けて。四方八方からバンビが。そちらもちょっと地獄絵図でございますけれども、はい、さあこちらの数字いくつでしたでしょうか。確認してみましょう。こちらです。ドン、はい、おエースでございます。あ、これは1でも11でもどっちでもいい、ね、どちらとも取れますね。これはでもまだ決めない方がいいですよね。そうですね、これ11にしたら、11にしたら、18だから3ですね。1にしたら1,2,3,13 です。残り13。まだ2枚。まだまだ引けますね。はい、さあ。でも声優関係ないものを選んどこうかな、うん、これ。こちらで。はい。もしも人生で1種類しか肉を食べられないなら何肉を選ぶ。あ、面白いな。これ意外と難しくないですか。意外とありそうでないような質問ですね。意外と好んで食うものはあるけど。同じ肉ばっかり食べると。飽きるかな。飽きる。切るんじゃないですか、ね。まあいろんな部位はありますけどね。だからいろんな部位を含めた上で、飽きそうにないものを選ぶとすると。まあバランスを考えてってところですよね。まあまず獣肉というか、その熊肉とかイノシシ肉は省かれるなと思います。ちょっと食べづらいですね。臭みがあるし硬いんで。豚かやっぱ牛か。そう、俺もねどっちかなんですよ。豚か牛か。鳥はちょっと。
パサパサしてる部分が多くて、そうですね、鶏肉も美味しいんですけれども、うん、やっぱりそれしか食べられないとなると、いやー、基本的に好きなのは豚なんですよね。あ、じゃあ豚ですか。いやでもこれがね、ちょっと豚って部位的な耳で言うとちょっと少ない気がして、うん、だって耳がとかさ、はいはいはい、あのなんだっけ、手のところとかさあるじゃないですか。あ、豚足、うん、あ、豚足、あ、豚足子供って言わない毎日豚足ばっかり出てきて噛み切れないよみたいな。あ、いやでも牛はでも結構部位多いもんな。そうですね、胃袋もだって何種類もありますしね、うん、1頭でだいぶ食べれるかもしれないですね。そう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 、生で食えるものもあるし、あ、やっぱそこ大きい考えると、はい、牛ですかね。豚ってやっぱ絶対焼かないといけないですよね。じゃあ牛ということですね。僕は牛です。はい、はやみさんは魚肉。魚肉あれ魚？そう肉でしょ。あ、まあ、確かに肉ですけど。魚肉いいんですか、毎晩魚肉ソーセージが出てきたらどうするんですか。魚肉ソーセージがだってマグロだってさ、ヒラメだったら魚肉じゃないですか。まあでもなんと魚肉ってやっぱ聞きなじみないんで僕想像できないんですけどあ、じゃあいいよ、ソーセージでも。あ、ソーセージ、魚肉ソーセージ、魚肉でいいですよ。いいですもん。じゃあ毎日いろんなメーカーの魚肉ソーセージもう買ってくれ、コンプリートしてくれあれはあれですか、魚肉ソーセージにチーズ入ってるやつはあれじゃないですか。 あ、 ありますね。あれはあれですか。あれもありじゃないですか、ね、あ、じゃあいいな、僕もそれでいい早見さんは魚肉ということで、はい、石井君はどうですか。え、僕はでもそうですね、大阪の魚肉と牛はなしですか、ね、魚肉と牛はもうそうですね、お二人が選んだんで、うん、やっぱり、まあ、豚結構好きなんで、うん、豚行きたいなとは思いますけど、豚足ばっかり、豚足早いですね毎晩豚足はもうダメです、もう食べれなくなっちゃうんで。そうですね、まあでも豚ですかね。なんか、まあ、僕お肉だったら本当に何でも好きなんですよ実は、うん、なので特にこだわりはないんですけれども、まあ、やっぱり豚だったら入手しやすいかなっていうところで、じゃあ豚ね、豚ね、豚肉ね、一生豚、はい、一生豚だからそれただのけなし言葉みたいな、お前は豚だ、お前一生豚だな、はい、木でございますあ、じゃあそれさあこちらの数字、はい、確認してみましょう、はい、こちらです、ドン、お、5、お、ってことは8と5だから13。あ、7と5ですね。これ1にするんじゃない？あ、そうか。これを1にすると8と5、13、あ、そうですね、まだ11にするとね、ドボンになっちゃうですからね。まだ足りない。足りない。9、え、10、7？ あ、違う、8か。8でしたか。うん、8ですね、うん。8を引ければ。8ピンポイントで。はい、いやー。さあ、まあ、これがもう勝負どころですね。はい。うん、行こう。行きましょう。8っぽいやつ。8っぽいやつ。8っぽいやつ。そんなんないわ。8。じゃあこれいきますか。おこちらでいきましょう、はい。もしも声優じゃなかったらやってみたかった職業はというトークテーマでございます。うん、さあ、初めてちょっと声優関連で。まあでも声優は関係ないですから、うん。はい。もし声優じゃなかったら何をされてました。僕はしてなかったらですけど、してなかったら工業高校に通ってたので、はいはい、確実に工業系の